空飛ぶ車の商用運行が2026年以降になりそう。大阪万博で乗れないってこと？そうだな。でも飛行を見るだけになるが、それでも技術の信頼性と安全性を示す重要なステップなんだぜ。なるほど。でもどうして商用運行がそんなに遅れるの？実は、スカイドライブは日米での型式証明の審査を並行して行っていて、これに時間がかかっているんだ。さらにだ、吉村知事が空飛ぶ車を、ドローンって認めたようだ。なんだか期待が裏切られた感じがするわ。これからどうなるのかしら？それじゃ今回は、大阪万博の目玉である空飛ぶ車の実態と知事の出現の数々を、詳しく話していくぜ。空飛ぶ車は世界中で注目されていて、業界動向についても触れていくから、最後まで見ていってくれよな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。空飛ぶ車は、2018年6月15日に閣議決定した、未来投資戦略2018から、始まったものなんだ。世界各国でも新たなモビリティとして期待され、開発に取り掛かっている国が多いんだぜ。日本だけではないんだね。2019年から試験飛行や実証実験を開始し、2023年をめどに事業をスタートさせ、そして、2030年代からはいよいよ実用化の拡大を目指すといった目標が定められていたんだ。そのため、日本の空飛ぶ車を披露するには、大阪万博が絶好の機会と捉えていたんだよな。すでに万博の開催期間中、空飛ぶ車の運行事業を行う企業も決まっていたんだ。それはどこの企業なの？ANA ホールディングスと、アメリカのジョビーアビエーションの連合や、日本航空、マルベニ、スカイドライブの4社だぜ。各社とも使用する機体が異なるという点まで、公表されていたんだぞ。万博でいろんな機体が見れると思うとワクワクするわ。しかし、そのうちの1社スカイドライブは、2024年6月14日に突如として、空飛ぶ車の商用飛行は、2025年開催の大阪万博の後になると発表したぜ。それは万博に間に合わないってこと？スカイドライブ社の発表では、万博会場で商用運航を行わないと断言されてはいないが、2026年以降に日本での型式証明の取得と、商用飛行の開始、その後アメリカでの、型式証明取得というスケジュールを目標に進めていて、商用飛行に関しては、2026年以降になると明らかにしていたんだ。残念だけど、2025年の万博では空飛ぶ車は見れないのね。冒頭でも話したが、万博ではデモ飛行が見られることになっているぜ。なんだ、見られないわけではないのね。デモって商用飛行とどう違うのかしら？スカイドライブ社は2024年6月14日、ニュースリリースでデモ飛行を行うと発表。商用飛行は利用者から運賃を収受し、定期的に定点を輸送することを言い、いわゆる公共交通機関と同じようなものだ。今回、スカイドライブはこれを延期とし、一般客の利用を行わず、飛んでみせるだけのデモフライトを実施すると発表したぜ。空飛ぶ車に乗れるのを楽しみにしていた人にとって、がっかりよね。スカイドライブの福沢智弘最高経営責任者は、2024年7月4日、技術的な課題が多く、安全性を確保するのが困難になったと、延期の背景を明らかにしたんだ。その上で、人を乗せないデモ飛行でも、多くの来場者に直接見てもらうのは、大きな意義があると強調していたぞ。まあ、空飛ぶ車を直接見てみたい気持ちはあるわよね。技術的な課題って何？バッテリーやモーター、コンピューターなど、様々な部品でさらなる開発が必要となったんだぜ。先ほど、いくつかの運航会社を紹介したが、2025年の大阪万博でデモ飛行を行うのは、スカイドライブだけじゃないんだ。え、そうなの？マルベニと提携した、バーティカルエアロスペースも、2025年の大阪万博で商用飛行を延期し、デモ飛行を実施予定だぞ。バーティカルエアロスペースってどんな会社なの？イギリス国内に本社を構える、航空宇宙メーカーだ。炭素を排出しない空飛ぶ車の設計や、製造を行っているぜ。現時点で、ライド型展示をする会社は、ないってことなんだ？そういうことになるな。技術的な理由があるのは分かったけど、万博に商用飛行が間に合わない理由はそれだけ？実は、日本やアメリカでの型式証明審査に時間がかかってしまっているんだ。そんなことで？時間がかかるのは、最初から分かってたんじゃないの？スカイドライブは、2025年の大阪万博での商用飛行を目標として、日本国内と国際的な型式証明の獲得に向けて、プロセスを同時進行させていたんだ。型式証明って何？
国土交通省が航空法に基づき、新たに開発された航空機が型式ごとに、設計や構造、強度、性能などが、必要な安全、環境基準に適合していることを、証明するものだ。証明には強度試験や、飛行試験など様々な審査が行われるぜ。飛行機もこういった証明を受けているのかな？そうだな。実際に空を飛ぶためには、機体ごとに発行される対空証明も必要だがな。そして、米国連邦航空局 FAA 提出した、スカイドライブの型式証明の申請は、2024年4月29日に受理され現在審査中だぜ。そもそも連邦航空局って何している機関なの？航空手配をするために設立された公式組織で、空の交通網の安全性管理を担っているぜ。スカイドライブ社は、日本だけでなく海外での飛行も目指しているのかしら？アメリカでも運航を開始するつもりだ。そのため、2023年に米国子会社を設立し、現地の顧客と共に、ユースケースの開発を行ってきたんだぜ。ユースケースって？活用事例やモデルケースと似たようなものだ。航空機を商用運航するには、各国の航空当局の規制に従って、適切な認可を受ける必要があるんだぞ。でも、一民間企業が自力でアメリカの当局へ申請するなんて難しいんじゃない？だから、日本の国土交通省航空局の協力を得て、FAA の型式証明申請を行い、米国での型式証明活動を本格的に開始したんだぜ。世界的基準の一つとも言える、FAA の型式証明の取得を目指し、スカイドライブは機体開発を進めていくようだ。万博のことはさておき、商用飛行に向けて順調そうな動きだね。機体開発も自社単独で行っているわけではなく、自動車業界と提携して進めているんだぜ。へえ、自動車製造の知識を借りれば、頑丈な機体が出来上がりそうだわ。スカイドライブとスズキは2024年3月7日、静岡県磐田市にあるスズキの工場で、空飛ぶ車の製造を始めたと発表したんだ。どんな車なのかな？製造するのは3人乗りのスカイドライブ SD-05 型で、操縦士1名と乗客2名の3人乗りなんだ。12機のモーターとローターがついていて、最大巡航速度は時速 100km、航続距離は約 15km だ。イメージ的にはヘリコプターに近いと言った方がいいのかしら？だな。2025年の大阪万博に向けた機体に加え、販売用の機体も順次製造する見込みだぜ。もうそこまで決まってるんだ。2022年3月に両社は連携協定を結んでいて、2023年3月6日にはスカイドライブの子会社、スカイワークスの従業員と福沢智博 CEO、スズキの鈴木俊博社長ら関係者が出席し、工場の安全稼働を祈願する、秒打ち式を取り行ったぜ。2024年春から空飛ぶ車の製造を行うことは、2023年6月に発表されていたんだ。発表当時から製造を始めてたら、現在の状況は違ったかもね。そして、2023年10月には、スカイワークスを通じて製造協力契約を締結し、準備を進めてきたところだぜ。今後の予定として2025年に対空証明、2026年に型式証明を取得する計画だ。型式証明が認められるには結構時間がかかるんだね。機体の製造については今話した通りだが、空飛ぶ車の社会実装に向けて、スカイドライブと JR 九州が、九州エリアにおいて空飛ぶ車を用いた、事業の成立可能性の検討を目的とした、連携協定を締結したぞ。お互い移動手段を提供するという意味では相乗効果を生み出しそうね。九州エリアにおける将来的な街づくりや、沿線観光地への誘客の視点から、新たな技術を活用したモビリティの導入で、九州エリアの開発や、MaaSなどへのビジネス領域拡大、地域課題解決といった地域創生へ貢献するんだ。MaaSって何？もともとは、複数の交通手段を利用する際に、移動ルートを最適化し、料金の支払いを一括で行えるサービス、という意味を持つ言葉なんだが、最近では、従来の交通手段、サービスに、自動運転や AI など様々な技術を掛け合わせた、次世代の交通サービスと言われているぜ。便利さと最先端技術を融合したってわけね。今後は、空飛ぶ車の実用化による誘客促進、地域活性化等を推進するため、事業スキームや導入エリアなどについて、具体的な事業可能性を検討し、JR 九州が持つ鉄道駅や商業施設などを活用した、空飛ぶ車の運行ルート開設実現を目指すぜ。具体的な案は出ているの？
具体的な用途の検討はこれから行う予定だが、両社の協定書調印の際に開かれた記者会見で、JR 九州の古宮洋二社長は、観光、ビジネス、すべてに可能性がある。山間地や離島などへの移動だけでなく、物流や、通勤、通学もあり得るかもしれない。と言及していたぞ。また、2025年の大阪万博で商用利用を断念した件についてスカイドライブの福沢氏は、開発が進むにつれてより高いレベルの安全性が必要だと分かってきたと述べ、安全性を最優先に考え、でも飛行に留めると判断したのは仕方がないとコメントしていたぜ。初めの方で、海外でも開発が進められているって言ってたけどどんな感じなの？欧米でも2024年のパリオリンピックに向けて、商用飛行が目指されていたが、計画が頓挫してしまったんだ。海外でも一緒のことが起きているの？欧米の次世代空モビリティメーカーは、2024年のパリオリンピックでの商用運航を、目指していたが、規制や認証の遅れから計画が困難になってしまったぜ。スカイドライブと同じ原因なのかな？主に、各国の規制や認証プロセスに、想像以上の時間を要していることが原因なんだ。中でも開発が進んでいるのが JAL が提携する、ドイツのボロコプターなんだが、2024年6月21日に在仏日本商工会議所は、同社がパリオリンピックの期間中に、試験飛行を行うことを発表したぜ。オリンピック会場から、試験飛行が見れたら嬉しいわね。機体は、欧州航空当局の型式証明をまだ得られていないため、商用飛行の代わりに、無償の試験飛行に限定することで、許可されたぞ。EASA は FAA と同じような機関かしら？ EASA は EU の民間航空産業で、安全性の規制や管理を行う機関だ。ヨーロッパの民間航空分野で、各方面の調整を行っているんだぜ。試験飛行に向けた準備は順調なの？試験飛行に向けてルブルジェ空港や、シャルル・ド・ゴール空港、パリ市内のオーステルリッツ駅付近のセーヌ川上に、発着施設が整備されているんだ。機体は操縦士と乗客1名の2人乗りとして、運航する見込みで、パリ市内では建物上空を避けて、セーヌ川の上空を飛行する予定だ。スカイドライブが開発中の機体より、乗れる人数が少ないんだね。また、アメリカ、フロリダ州のアーバンリンクエアモビリティは、2024年5月6日、南フロリダ地域における次世代エアモビリティサービスで、2025年10から12月の第4四半期に、米国連邦航空局と米国運輸省の認証プロセスを開始させ、2026年夏までに商用運転を開始する予定だと発表したぜ。順調に計画が進んでいれば、ヨーロッパ、日本、アメリカの順で、商用飛行が見れたかもしれなかったんだね。時間はかかっても計画自体は進んでいるから、いつの日か商用飛行の実施が楽しみだよな。日本も2024年に入ってから、空飛ぶ車を自動運転する実証実験に、成功していたんだ。さすが日本だわ。それを受け、吉村博文大阪府知事が、空飛ぶ車とヘリコプターに言及し、また物議を醸しているんだ。はぁ？また出現したってわけ？2024年3月10日、吉村博文大阪府知事が空飛ぶ車はヘリと違うと、公式 X に投稿したことが議論を呼んでいるぜ。どのような内容だったの？空飛ぶ車はヘリやん、違う。ヘリで自動運転は困難。空飛ぶ車は自動運転との親和性が高いといった内容だったんだ。吉村府知事の発言をめぐって X では、ヘリも自立飛行実験はしている。それなら陸を走ってみろといった、反論が寄せられていたぜ。吉村知事は、どういう意図で発言したのかしら？国土交通省が言うには空飛ぶ車は、電動、自動操縦、垂直離着陸の3つで、一つのイメージになっているんだが、乗り物として明確な定義はないんだ。漠然とした定義づけなのね。一方、経済産業省は空飛ぶ車を、電動化、自動化といった航空技術や、垂直離着陸などの運航形態で実現し、利用しやすく持続可能な次世代の空の移動手段、と定義しているぜ。空飛ぶ車とヘリコプターのはっきりとした違いはあるのかしら？強いて言うなら、空飛ぶ車には、離着陸に必要なヘリポートや、滑走路など大型の施設が不要なんだ。空飛ぶ車ってドローンに似ているなんて言われていたこともあったわよね？ああ。見た目がドローンに似ていて、複数のプロペラが回転して飛ぶ、マルチコプターと呼ばれる構造機体も、ヘリコプターとのわかりやすい違いだろうな。また、空飛ぶ車は、eVTOL と呼ぶこともあるぜ。eVTOL って？電動の垂直離着陸機のことだ。
静音性にも優れているんだぜ。経済産業省の定義をもとに考えると、空飛ぶ車は道路を走行しないものの、ゆくゆくは車のように、人々の生活でなくてはならない存在となる空飛ぶ乗り物、と解釈し、空飛ぶ車と呼ぶ人が多いと推測できるぜ。空飛ぶ車のドローン発言をめぐって、前にも誰かやらかしてなかったっけ？ああ、以前も吉村府知事の発言が、話題になったんだよな。2024年4月21日、吉村府知事が出演した、日曜報道ザプライムで、2025年開催の大阪万博の目玉の一つである、空飛ぶ車について、車ではなくドローンです。と認める発言をして、議論を呼んだぜ。確か、番組には橋本徹元大阪府知事も出演していたんだよね。橋本元大阪府知事は番組で、ごまかすのは良くないと持論を展開し、はっきり有人ドローン、人乗りドローンと言わないと。空飛ぶ車というと、車として走れないじゃん、それなら嘘じゃないかという人が絶対出てくる、と、吉村知事を問い詰めていたぜ。この発言も突っ込みどころ満載だと思うけどね。この指摘を受けて吉村知事は、苦笑いしながら技術的にはドローンだと、認めざるを得なかったぞ。ん？なかなか現実は厳しいわね。空飛ぶ車について、これまで吉村知事は、実現可能性を何度も主張してきた。それは X の投稿からもわかるぜ。どんな投稿があったの？例えば2021年9月14日には、大阪で空飛ぶ車を実現させる。また、2022年9月7日に、いよいよ来年空飛ぶ車が大阪の空へなどだ。しかし、願いとは裏腹に厳しい現実へ知事への批判や、ダメージは大きくなるだろうな。さらに、大阪万博の不安は、空飛ぶ車に関してだけじゃない。他には何があるの？開催まで1年切っているにもかかわらず、依然として海外パビリオンやトイレなど、問題が山積みだぜ。海外パビリオンで、タイプ A の建設を予定していた国の数が、47カ国でほぼほぼ決まりみたいだ。あら？以前はもっと多くなかったっけ？2024年7月10日、2025年大阪万博で各国が独自に設計、建設するタイプ A の、パビリオンを建設する国の数が47カ国と、当初希望していた60カ国から約2割減少すると、明らかになっているぜ。やっぱり、各国の要望と建設業者でなかなか折り合いがつかなかったのかな？準備遅れや資材価格、人件費の高騰などで建設事業者が見つからない状況が続いたため、パビリオンの建設が困難になる出展国が、相次いでいたんだ。これまでに出展を断念した国もあったものね。万博協会は2024年6月末までに、タイプ A の建設を希望する国々に対し、来年4月の開幕までに完成できるかどうかをヒアリングし、7月初め時点での集計で、47カ国がタイプ A での出展が可能と判断し、その国の数を公表するに至ったぜ。それでも間に合わない国が出てきそうな気がするのは私だけ。当初、タイプ A を希望していたブラジルや、アンゴラなど5カ国は、日本側が建設を代行する簡易型のタイプ XA、7カ国がより小規模なタイプ C に移行する。メキシコやロシアなど3カ国は、霊夢の言った通り撤退し、コロンビア、バチカンが新たにタイプ A の出展を決定していたんだ。撤退国が出る中、タイプ A の出展を決めるなんてかなりの猛者だわ。万が一、間に合わなかった場合はどうなるの？協会はタイプ A での建設が間に合わない場合、建設敷地の返還を要求する姿勢を示していたぜ。それに、関係者からは47カ国が全て本当に建設できるかはまだ不透明との指摘もあり、最終的な国数は変動する可能性を含んでいるぞ。タイプ A が建設されない敷地の扱いをめぐっては、芝生に転用するなどの案が浮上しているんだ。果たしてどれほど芝生スペースが増えるのか、気になるところね。万博協会は、パビリオンを自分たちで、建設する方式で参加する国が減るなどした影響で、協会側の負担が最大76億円増える見通しだと、6月27日の理事会で示したぜ。だとしたら建設費がまた膨らむってこと？だな。莫大な予算といえば、2億円トイレも大阪万博で不安の種の一つだ。万博協会は、若手建築家が設計した会場内の20施設のうち、トイレは解体費を含む建設費が、かなり高額なんだ。しかし、2億円トイレと呼ばれた施設の、落札価格は1億5372万円で、税込みでも2億円を下回ったと明らかにしたぜ。ここに来て妥協するしかなくなったのかな。20施設のうちトイレは8カ所あり、このうちの3カ所が2億円トイレと言われ、
SNS などで批判されていたんだよな。トイレは鉄骨や鋼板で組み立てられた複数の棟で構成され、便器の数は46ある。唯一、施工会社が決まっておらず、3回目の入札で大阪市の建設会社が落札したんだ。でもなぜ若手建築家の設計を採用したのかしら？1970年の大阪万博と同じように、2025年の大阪万博を若い世代の活躍や、飛躍のきっかけを与えるためだとしているんだ。そういった理由があったのね。1970年万博では、磯崎新氏や黒川紀章氏など当時の新進気鋭の建築家が会場設計に関わり、注目されていたんだ。2025年開催の万博でも若くて優秀な人たちが集まって設計したってこと？ああ。万博協会は昭和55年以降に生まれた、建築家を対象として2022年3月に、トイレなどの設計案を募集したぜ。書面やヒアリングによる審査を経て、2022年8月に設計者を決定し、建設業者に発注するための一般競争入札を実施していたぜ。2億円という金額だけ聞くと、マイナスなイメージを持ちがちだけど、こういった取り組みはもっと押し出すべきよね。ただ、会場建設費や運営費など、当初の予算より膨れ上がるばかりだし、やっぱり批判の対象にはなってしまうけどな。それにメタンガスの放出や、子供たちの無料招待など他にも課題が山積みだぜ。今はまだ課題が多くても、今後一つずつ解決していけるといいわね。みんなは大阪万博の空飛ぶ車についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。